教えてダウジン君完全版初回特典ドクターウエスト等身大セクシー抱き枕によると、あるアニメの断片らしき魔力派が確かにここら辺から発されているはずなのであるが、おお、そこな少女。山道に咲く花のようにつつましく麗しい君のその手に握られているのは、もしやもしやもしやであるか、愛らしいお嬢さん。その鏡をどうかこの我が輩に譲ってくれないだろうか、プリーズ。もちろんただとは言わないのである。このお礼には漏れなく我が輩の洗脳プログラムを受けさせてやるのである。我が輩に洗脳されるのは我が輩が認めた有能な人間のみであるからにして、素晴らしく名誉なことっぽいぞ。まだ実験段階で一度も使ったことはないが、さあいざ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 、
違う世界の法則を編み上げてしまう。フリテーマジック、不安定ながらも柔軟性のあるマジックの権限、誰にもそういった経験はないか。先生、そうか、大概は人間の社会や常識の枠内で生きるうちにそういった力も記憶すらも失うからだ。子供の頃の夢だと思い込んでしまう。誰もその類か、確かめようがね。ともかくわらわの力を受けているとはいえ、あれほどの力、あの娘かなりの才覚の持ち主だが、道理も知らぬのにアーマで暴走するのはまずい。もっと飛ばすぞ。ライカさんと同じだ。え？ライカさんがアリスをほっとけないように。それは当然のことだし、俺もブラックロッジのクソどもが好き勝手するのが見逃せない。この前見たく、やつらのせいでライカさんたちが危険にさらされるのが許せない。だからって、ま、俺の場合ムカつくやつはぶん殴るって、ただそれだけのことかもしれないけどな。どうしてそうやってわざわざ戦わなきゃ。おしゃべりはそこまでだ。見えたぞ。全に包囲されている。言葉通じるのかね、あんな化け物に。無駄な抵抗はやめて、女の子を解放し投降しろ。投降されても困るよな、あんな化け物。そこ、もっと真剣になってください。化け物相手の対応マニュアルなんてさすがにないよな。アリスか、まさにエブリデイマジックだな。グローちゃん、わかっている。撃て、女の子に当てないように気をつけろ。おいよ、ストーンくん。これは
魔術を知らぬ汝らには荷が重いわ。おとなしく死んどけ。間一髪。なんねえのかよ。クロちゃん、私がアリスンちゃんを説得する。バカ言うな。あんなの食らったら大怪我じゃ済まねえぜ。大丈夫、私はアリスンちゃんの保護者だもの。あの子助ける義務がある。だからってな。おい、
スンちゃん、一緒に帰りましょう。アリスンちゃん、怖いことなんて何もないよ。ジョージもコリンも反省してるし、もう機嫌直そうね。知ってるもの、アリスンちゃんは本気で誰かを傷つけようとする子じゃない。さっきのだって怖くて怖くて取り乱していただけだから。まずい。一安心か。気を抜くのは早いぞ、クロ。我らの目的を忘れるな。おっと、そうだった。アリス、その鏡をこっちに渡…悪い子はこのスーパーウエスト無敵ロボバージョン情報 28.7 に全バージョンからの変更点、とにかく強くなったでお尻ペンペンなのである。なんでお前はこう最悪のタイミングで現れやがる、ドクターウエスト。おお、そこにいるのはニッ機体十字クロウとアルアジフではないか。またしてもこうして偶然出くわすとは、これも運命。我が輩たちは見えない赤い糸で結ばれているのであるか。気色悪いことほざくな。
なにゆえ、見えないのに赤い糸だとわかるのか。論理的な釈明を貴様に望む。知るか。まあよい、好都合である。このままその小娘ごと踏みつぶしてやるのである。もしかして。もしかしてジャバウォックじゃないかしら。クロちゃん、あそこ。
もそもジャバウォックって火吐くのかよ。バカな、いくらあの娘にテンポの才があったとして、ミトクリスの鏡が生み出す巨像があれほどの力を持つはずがない。はずがないって、でも現にマジで暴れているだろうが。あれだけ近くにあって気配を感じなかったことといい、この異常に強大な魔力の権限といい、これは我々からの何かが介在しておるのやもしれない。何か